戦車。俺は黒崎一護、15歳、高1。とにかく物心ついた頃には当たり前のように幽霊が見えていた。ゆず、カリン、くそよう、お前、俺の魂が欲しいんだろ。だったら俺とサスで勝負しろ。来たぞ、貴様は。こったわけが、貴様の力で叶わんことは全国承知のはず。家族を助けたいか。貴様が死神になれ。貴様がこの残白刀を体の中心に突き立て、そこに私が力を注ぎ込む。刀をよこせ、死神。死神ではない、朽木ルキアだ。俺は黒崎一護だ。うちの連中に手挙げた罪を思い知れ。魚すら、俺は絶対にてめえを倒す。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎くんにとって朽木さんは大切な人。あなたは傷つけ。傷つける相手を間違えたのよ。蒼天騎手。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎くんにとって、黒崎一護、15歳、現在死神業代行。とにかくなんでここにいんだよ。ソウルソサイティとかいうとこに帰ったんじゃなかったのか。あそこへ帰れるのは死神だけだ。今の私にその術はない。昨夜私の死神としての力はほとんど貴様に奪われてしまった。おかげで私はこのような義害に頼らざるを得んのだ。これに入って力の回復を待つ。今後私に力が戻るまで死神としての仕事を手伝ってもらう。まとまる！
あんな化け物と戦うのは二度とごめんだ。バカな、昨日は見事にやってみせたではないか。それは身内が襲われてたからだ。赤の他人のためにはとてもじゃねえか戦えねえ。動きはもう読めたぜ。俺は絶対にてめえを倒す。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳、現在死神業代行。でもなぜ井上の兄貴が俺を。分からぬ。だがこの間貴様を襲ったフォローからして、どうやら姿を見せない強力なフォローが貴様の霊力を食いたがっているようだ。どうすりゃいいんだ。憂いてる暇などないかもしれん。あの女が危ない。フォローが肉親を襲う。本当にお兄ちゃんなの。生前最も愛した者の魂を求めるはずだ。一応私のサポート。染めの舞、突きしろ。昇天騎士。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳。この腕は確かに俺の右腕の真の姿。この腕は確かに俺の右腕の真の姿。
そうだ、約束だ。だから俺は負けられない。一丸隊長、私のスズメバチは二撃決殺と言ったが、一撃にしか感じなかっただ。